岡村隆は焼肉屋に行った際、ちょうど帰りがけのさんまに遭遇し、今日はご馳走になりますとボケたところ、A でよう食べと言われたため、特上の肉や高級ワインなどを食べたのだが、後日さんまから中途半端な高さのやつ食うなよ、20万くらい食うてくれ、6、7万じゃ笑いにもならんやろと怒られた。さんまに対して使われるお笑い怪獣という言葉は、岡村がもう怪獣ですやん、笑いという畑を全部踏み荒らしたお笑い怪獣ですわと言い放ったことが由来となっている。浪人期間中、時間がもったいないからとお風呂にも入らなかった岡村、気づいたら足から苔が生えていた。 NSC 入学時、願書の自己 PR 欄に必ずトップに立ち、ダウンタウンのようになってみせますと書いていたが、その後松本が出した著書の中で、ダウンタウンの芸風を真似る若手芸人に対し嘆き、さらにナインティナインはダウンタウンのマルカスと言われてしまった。テレフォンショッキングに出た際、タモリに直談判し不定期レギュラーを獲得した。